ご紹介するのは女優で元グラビアアイドルの小池英子さんですスリーサイズは15歳の時に巨乳女子高生として雑誌やテレビ番組「笑ってこらえて」などの VTR に出演。芸能界に入ることは特に考えていませんでしたが高校卒業時にイエローキャブの野田社長にスカウトされて芸能界に 小池さんは胸が大きいのが実はコンプレックスでありスカウト時には水着にはならない条件で女優を目指すこととなりますしかし無名な小池さんはなかなかオーディションに合格できずくすぶる期間を過ごしますそんな中グラビアの仕事が舞い込んできました水着にならない条件でしたが他に仕事のない小池さんはしぶしぶこれを承諾胸が大きいのはコンプレックスだけど これを売りにすれば良いのでは、と考えを改め、それ以降は積極的にグラビアに取り組むようになったと語っています。ちなみに、当時のキャッチフレーズは宇宙一のメロンパイです。その後、野田社長が集めた事務所の同僚、佐藤恵里子さん、めぐみさん、根本晴美さんらとイエローキャブ巨乳軍団を結成。90年代から2000年代前半にかけて、目にしない日はないというほど、 芸能界を圧巻しました。その後は徐々に女優活動の方に重きを置いていき、2012年に8日目のセミで日本アカデミー賞、優秀助演女優賞を受賞するなど、数々の賞を受賞、その演技力が高く評価されています。2015年にイエローキャブが破綻してからは、 事実上グラビアアイドルを引退した小池栄子さんですが、日本のグラビア界にもたらした影響は計り知れません。今後、小池さんのようなレジェンド級のグラドルは現れるのでしょうかご視聴ありがとうございました。このチャンネルではアイドル、モデルなどを紹介しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。